はい、こんにちは、田尻彩子です。皆さんにですね、これから学習していくにあたってのポイントをお伝えしていたんですが、もう2点ほどですね、補足でお伝えしたいと思います。でまず1つ目はですね、学習から完全にこう長い期間離れないということです。どういうことかというと、人間なんでですね、絶対こうよし頑張ろうってモチベーションが上がってる時もあれば、もう何もしたくないって燃え尽きたような状態になるとなる時もあると思うんですね。でそういったもうやりたくないっていう時であっても、ほんのちょっとだけ何かをするっていうのを意識しておいてください。ほんと些細なことでいいです。他の人の LINE アットをちょっと見て研究するとか、 YouTube をちょっと見てみるとかですね。でなぜかっていうと、これ例えば自転車とかでですね、一回漕ぎ出したらスイスイ楽だと思うんですけど、立ち止まってしまったらまたスタートするのに大きな力がいると思うんですよ。それと同じで学習もですね、一旦すごく離れてしまったら戻るのがやりにくいんですよね。なので、モチベーションが下がる時もあると思うんですけれども、ちょっとだけでもいいから何かほんの些細なことでいいです。で1日2日休むぐらいだったら全然いいんで、完全に離れないっていうことをちょっと意識してほしいなと思います。であともう一つ知っておいてほしいのが、階段の踊り場の法則っていうのがあります。で、階段って例えばこう登っていったら踊り場平らなとこがあってまた登っていくっていうのありますよね。で物事には必ず、こう結果が出る時期もあれば、そうじゃなくて何やっても結果が出ない時期もあるよ、そこを過ぎたらまた出だすんですよっていう、これはもう自然界の法則だと思ってください。でダイエットのですね、停滞期が一番分かりやすいと思うんですけど、ダイエットをこうしてて最初順調に体重減っていっても、ある時ピタッと体重減らなくなる時が絶対これあるんですよね。でそういう時にですね、停滞期があるって知ってても思いのほかその停滞期が長かったりとかするんですよね。でそれが長くなってくると、もしかしたらこのまま成果出ないんじゃないかとか、振り出しに戻ったんじゃないかとか、前より悪くなってるんじゃないかって思いがちなんですよね、人って。でその停滞期に、なかなか耐えることができなくてリバウンドする。でこれって本当に何の物事でも同じだと思ってください。でビジネスにしてもすごく成果が出てる、前に進んでるっていう実感がこう出てきて楽しくなったかと思ったら、ある時急にですね、同じように頑張ってるのに成果出ないことって出てくると思うんですよ。でそういった時にいかに諦めないか、いかに淡々と感情を惑わされずに、それまでの成果が出ていた時の努力と同じことを続けるか、でその停滞期にあたるその階段の踊り場の状態が長く続いても、それを続けることができるか、でそこを超えた人だけが、成功する、成長し続けると思ってください。なのでもしそういった時期がですね、来たら、来ると思ってたらですね、来るのが分かってたら心の持ちようって全然違ってくるはずなので、あ、来たなぐらいに思っていただいてですね、でその時期を、いかに成果が出てた時と同じように過ごすかとか、あとは、改善点の見直しとかを冷静にしていくこともいいと思うんですよ。そうやってですね、一つ一つ乗り越えていくっていうのが大事になりますので、この2点ですね、完全に学習から離れないっていうことと、階段の踊り場の法則っていうのがあるのを知っておくっていうことです。これを踏まえて、学習を一緒に進めていきましょう。ありがとうございました。